帰ってきた。そんなに嬉しいことじゃないよね。タフさんおかえり。チャイも行ってあげましょう。タフさん何買ってきたの。スタッフさんお帰りなさい。どうもスタッフです。今回久しぶりにお料理シリーズをやっていきたいと思います。スタッフさん何か手伝おうか。そして今回新しい試みで僕の解説付きでお届けしたいと思います。やだチャイ襲われちゃう。キュッピーン。今これはですね、僕が昨日作ったレシピを取りに行ってるところですね。レシピはいくつかのレシピを見て、そこでいいとこ取りをして一つのレシピを作ってます。動画のサムネイルで載せてるかもしれませんが、何を作るかはお楽しみです。よし、しっかり米といてこよう。やだご飯が毛だらけになっちゃう。スパフさん真剣だな、邪魔しないとこ。今からお米を炊きます。早炊きで炊くので、だいたい調理中に炊き上がるんではないかなという作戦でいきます。ちゃちゃ今お米を入れるところ。はい了解。随時進捗のお知らせをお願い。スタッフさん今小指が立ってましたよ。それではお米を炊きます。今は精米技術が進化しているので、さらっと洗うだけでいいと聞いてます。首の後ろのリンパマッサージ、今度やってみてね。今お米研いでるとこだよ。どれどれ見せてもらおうかしら。だからかりんちゃん、リンパマッサージっていうのはね、あ、いけない、また遠くとこ見てなかった。お水の量はですね、僕は鍋の目盛りは使ってないですね。これはですね、家庭科の授業で習った方法なんですけど、手のひらを入れた時に指全体が水で覆われるぐらいの量を入れるようにしてます。スーパー早炊きモードにしてね。チャイたち待ってるんだから。チャイちゃん、そんなモードないよ。今回の料理で使う材料は、ピーマン、トマト、カットレタス、ピザ用のチーズ、そして合いびき肉です。またチャイたちの買ってきてない。今日はお料理の動画の撮影だから我慢しよう。人だなし、いや猫だなし。スタッフさんいいってわざわざ買いに行かなくたって。え、チャイたちのために。なんでスリッパ片付けるだけかよ、最低な男。チャイちゃん行こう。なんでスタッフさん期待させといてさ。もうこの家から追い出しましょう。スタッフさんが寝てる間にちょっとほっぽり出そうぜ。もうチャイ納得いかないからもう一回行ってくる。チャイちゃんよろしく。ほらスタッフさん。ねえスタッフさん、チャイのだけでいいの、撮影終わりでいいからお願いね。カリンちゃん言ってきたよね。チャイちゃん頼もしい。それではピーマンをみじん切りしていきます。ピーマンを洗います。ピーマンってどうやって切るんですかね、さっぱりわかんないんですけども、一旦真ん中から切ります。そんで中の種をちぎって、はい、ここがポイントです。ピーマンを振って残ってる種を振り落としてます。これもですね、実は家庭科の授業で習った方法なんですよね。まさかこのタイミングで家庭科の授業が生かされると思わなかったですよね。ちょっと余談なんですけども、僕あの赤い靴下をよく履いていて、よく履くので親指の部分が穴が開いてしまうんですよね。その穴もですね、僕縫うことができるんですよね。これも家庭科の授業のおかげですね。このままピーマンを細かく切ろうかと悩んでた挙句、玉ねぎを切り始めると。カリソファー行ってくる。チャイちゃん進捗あったらよろしく。ああもうなんで、カリンちゃんの役目でしょ。玉ねぎの切り方もよくわかんないんですよね。とりあえず頭とお尻の部分を切って皮を剥きます。そろりそろり、よいしょだよ。半分に切って半分を冷蔵庫にしまいます。ここでトマトの準備に入りましたね。トマトを洗って、なぜか玉ねぎを切り始める。お待たせいたしました、いよいよ玉ねぎの千切りを始めます。テレビでこんな感じで切ってたので、それを真似して切ってます。どうでしょうか、なかなかうまいんではないでしょうか。あやだ、立ちくらみ。最近チャイあまり食べてないのかも。よろ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 、意識して食べるようにしなきゃ。あねえかりんちゃん。いや結構食べてるよ。玉ねぎが飛ばないように気を使いながらみじん切り、一旦ザルに入れて水にさらします。
手についた玉ねぎもこうやって一緒に入れます。ピーマンも同じようにみじん切りしていきます。さーて HB してこようかしら。何その HB って。あ、日向ぼっこか。秘密のぼっこ。じゃじゃん、丸見えだよ。炒める用の玉ねぎを移すのを忘れてたので今から移します。ピーマンも水にさらします。今からトマトのヘタを取ります。ただこの取り方がよく分からなくて、こうやってグリってやったらいいのか、まあ、分からなくて、結局こうやって真ん中から切ってリンゴのあの部分を取るような感じで、切りました。ちぇちゃん、秘密ぼっこどう？秘密だから言えないの。さて様子を見てこようかな。ちゃいちゃんよろしく。チャイリリンモンローの歩き方プッピドゥ。あ、違った。こないだ落としたチャイのイヤリングかと思っちゃった。あれ、チャイ何しに来たんだったっけ。あー、やだ、年って。トマトはですね、1センチで四角く切れないかなと思いながら切ってます。カリンちゃん聞いた？1センチ間隔で切ろうと思ってんだって。よし、いいぞスタッフさん、いけいけ。この時は端っこ切るの難しいな、みんなどうやって切ってるんだろうと思いながら切ってました。そんなことを思ってたのか。チャイたちにご飯を待たせて。ん？缶詰？タッパーか。カリンちゃん、スタッフさん缶詰と見せかけてタッパー出してくるよね。意地悪タッパーおじさん。切った具材をタッパーに入れます。トマト、水にさらしておいたピーマンと玉ねぎ、そこにチューブのニンニクを適量。あー、ニンニクの香り。ちょっとちょっと、わざといい香り漂わせてるんじゃないの。今振ってるのはレモン果汁ですね。これも適量。わざと漂わせてるんじゃないの。これはタバスコをかけてます。僕辛いの好きなのでめっちゃ入れます。そしてよく混ぜます。美味しくできていると信じ味見はせず、これでサルサソースの完成です。味見しないんかい。出番が相当後になりそうな予感がするので冷蔵庫で保存します。いつ使うねん。それでは皆さんお待ちかね、かりんちゃんの様子を見てみましょう。どうぞ。それでは火をつけて焼きの調理に入ります。今ピーピーなってるのでご飯が炊けたようですね。合いびき肉、ケチャップとオイスターソース。僕がハインツのケチャップが好きだってことを知った知人が米軍基地かどっかで買ってきてくれたやつで、大きすぎて全然使い切れないんですよね。2年以上は使ってるので多分賞味期限は切れてるんだと思います。一味と黒胡椒もあらかじめ準備しておいて、なぜか高さ順に並べてます。あう、あう。何、カニちゃんどうしたの。今お尻にふーってやられた。誰に。もしかして妖怪かも。怖いや怖いや。それではみじん切りした玉ねぎを炒めていきます。おい待って、お尻ふーふー妖怪め。やだ、またいたの。撃退の練習だよチャイちゃん。用意周到。合いびき肉を炒める準備をして、食器を洗いたくなったので洗い済みの食器を片付けます。後で洗い物するのめんどくさいですよね。なので今のうちに減らしておきます。調理早くしてよ。スタッフさんのご飯に合わせるチャイたちの気持ち考えてほしいよね。もう知らないんだからね。ブー、チャイちゃん許してあげよう。許してあげるってことが大事なんだよ。よし許す。切り替え早。出てこい、お尻ふうふう妖怪。どこだ。ふうふう、あ、ふうふう聞こえた。この辺りが怪しいぞ。ふうふう、風が来た。ふう、あ、バレた。おデブちゃん特有の呼吸音だったのか。吹っ飛ばされたいのかな。ようやくひき肉を炒めていきます。炒まったところでここでケチャップを適量入れていきます。次にオイスターソースを入れようと傾けた時にある手順を忘れたことに気づきます。ここで問題です。スタッフさんが忘れたある手順とは一体何でしょうか。
ヒントはひき肉に関係があります。それでは正解を一緒に見ていきましょう。ひき肉をフライパンの端っこに寄せていきます。そしてフライパンを傾けます。油が出てきましたね。その油をキッチンペーパーで吸わせます。ということで正解はひき肉から出た油をキッチンペーパーで吸い取るでした。正解した人おめでとうございます。前に余分な油を取らずに調理したらなんか肉臭さが残って美味しくなかったんですよね。その失敗の経験から余分な油を取るようになりました。オイスターソースを適量、一味をドバドバ、ブラックペッパーをグイングインさせて、夫婦お知り妖怪どこだ？カリンちゃんまだ探してんの？だって突き止めないと気になっちゃうんだもん。そばの上か？いないか。出てこいお尻夫婦妖怪。そうだカリンちゃん、さっきお尻夫婦妖怪さん買い物行ってくるって言ってたよね。ちゃーちゃん、そうだったんだ。それじゃあ、いくら探してもいないね。よし、探すのやめよう。十分炒まったので、これでそぼろの完成です。カリはスタッフさんの様子を見に行こう。チョピーン。カリちゃん、ちょっと見て。この状態から壁に手をつけるから。見ててね。おーにゃーおーおーすごくない？ジャイも様子を見に行きましょう。今一生懸命やってるよ。ファイト！ふふふふふふふん。よし、そろそろできそうだぞ。今日はちょっと早かったかも。器にご飯を盛って、ああ急にお腹空いてきた。よし、ふくらはぎにチャイの毛をつけるというサービス。さらに本日は晴れの日だからプラスサービス。スタッフさんラッキーボーイ。レタスをもりもり乗せて一旦袋に戻します。レタスのカットが意外と大きかったので千切りした方が食べやすいかなと思ったんですよね。千切りしたレタスをご飯の上に乗せて、その上にそぼろを乗せて、ここで登場サルサソースをドバーッとかけます。編集しながら見てますけどめっちゃ今食べたいですね。そして最後にチーズをかけてタコライスの完成です。ご飯、レタス、そぼろ、サルサ、チーズ、この4つが交わった美しい彩り。そして今回カリンちゃん、チャイちゃんに用意したご飯はウルメイワシ。やっとご飯だ。やっとカリンちゃん、チャイちゃんのプレッシャーから解放される時ですね。お、なかなか美味しそうにできたじゃない。いやー、じゃあ触らないで。あー、お腹すいた。いただきます。うまみ大島だ。うまみ大島。それではいただきます。スプーンに全部の具材を乗せて一気に口に頬張る。ご飯、レタス、チーズ、サルサソース、あとそぼろ、全部が交わった時がですねめちゃくちゃ美味しいんですよね。特に甘くてスパイシーなそぼろにサルサソースの酸味が相まった時がめちゃくちゃ美味しいです。またレタスのシャキシャキした感じが本当いいんですよね。甘くてスパイシー、そして酸味があってレタスのシャキシャキもあり、本当夏にちょうどいい料理だと思います。料理が不得意な僕でも作れるので、皆さんご興味ありましたらぜひ作ってみてはいかがでしょうか。ごちそうさまナイトタウン。心隠せない、大嫌い大嫌い大嫌い大好き。ごちそうさまでした。お腹の中が幸せでいっぱいだよ。高評価並びにチャンネル登録よろしくだよね。おまけ。カーリンちゃん、ちょっと来て。何？バコリ仰向けバージョン。仰向けばあちゃんバージョン目指してます。1000いいね。おチャンネル登録をしておくとチャイたちの動画が見つけやすくなるよね。そしてベルマークを押しておくとカリたちの動画がアップされたらお知らせが来るよ。
あなたにおすすめの動画。チャイをスイーツに例えるとフランボワーズ。スタッフさんの食べてたタコライス美味しそうだったね。スタッフさんタコライスにハマって週3回は食べてるらしいよね。さあさあ、そしてみんな、今日の動画の感想とかこんなことやってほしいとかあったらぜひコメントに書いてね。